皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回から仲良し夫婦のための心理学ということで、まあ主に夫婦の問題について心理学やカウンセリングの立場からどういったことが学べるのかということをお話ししていきたいと思います。で、第1回の今回は、男女の違いを学ぶ意味ということでお話ししていきたいと思います。一時期、まあ、男の女のブームっていうのがありましたけれども、まあちょっとね、私自身もかなり怪しげだなと思っていた部分もあって、まあでも実際に話を聞かない男、地図が読めない女とか読んでみて、まあ、非常に男女のこう考え方の違いとかそういうものについてもよく理解できて、まあ参考になる部分もあったので、まあちょっとそういった本を、かなり読み込んでみたんですけども、まあもう一つ有名なのはベストパートナーになるために男と女が知っておくべき分かち合いのルール、男は、火星から、女は金星からやってきたという、まあ、ジョン・グレイ博士という人が、まあ、書いた本。この本は、まあ、かなり、前の本に比べると非常に科学的な分析に基づいて、まあ、男女の夫婦関係の良くするためには何が必要なのかということが書かれていると。で、まあ、こういう本を読むと、どうしてもその、男はこういう存在だから、女はこういう存在だからっていうような形で捉えちゃいがちなんですけども、まあ、こういった過度の一般化っていうのは危険なんですけども、男性女性が、まあ、こういう時にどう考えるのか、例えば、家に帰ってきて、男性がこう、一人にしてほしいと思うのに対して、奥さんの方は、もっとそのコミュニケーションを取ってほしいって思うような形で、まあ、男女のやっぱり違いっていうのがどういうところから起きてくるのかっていうのを知っておくと、まあ無用なこう行き違いっていうものも防ぐことができるし、その上でこうお互いをよく理解して、まあストレスを減らしてさらに深い関係をまあ築く一助にはなるので、まあ非常に参考として勉強するのはいいんじゃないかなと思う分野なんですけども、で次に、幸せな結婚生活を難しくする要因として、まあ、まずその夫婦っていうのは恋人時代とは違って結婚して同じ家に暮らすようになると、まずこの相手のそのいい部分だけじゃなくて嫌な部分っていうのが見えてくると。で、まあこれはまあ結婚してる方は感じてると思うんですけども、まあ相手の全てっていうのを受け入れられれば一番なんですけども、まあそれがなかなか難しくて、長い年月相手のそのとの行き違いを我慢して過ごすっていうこともあると。まあ結婚がまあ生涯にわたって続いた場合にはすごく長い期間だけに、その期間を我慢して過ごすよりはお互いに理解し合って過ごした方がいいんじゃないかなっていうのが、まあまずこの動画を作りたいと思ったきっかけなんですけども、そしてやっぱり結婚にはやっぱり家事や育児の分担、そして今まではなかったようなその義理の家族との関係っていう問題もあって、まあよく言う嫁姑問題みたいな形で、またはその男性の場合だと意外とね、その女性がその実家にべったりでその自分を尊重してくれないっていうことを答えるっていう人もいるので、まあそういう問題もちょっと取り上げていきたいかなと思ってます。そしてまあこれは非常にちょっとねあれなんですけども、愛するがゆえに相手に遠慮して本音で話し合えないこともあると、相手を傷つけちゃうんじゃないかなと思ってしまって本音を言えなくて、その旦那さんと奥さんがまあすれ違っちゃうっていう部分もあると思うんで、まあ、そこら辺の部分について、まあ男性の方は結構その言ってもらわないとわからないっていう部分もあると思うので、まあ何が通じ合えてないのかっていうところ、まさにそのコミュニケーションの部分っていうのは特にメインの話になるのかなと思ってますので、よろしくお願いします。そしてまあ現在よく言われているように3組に1組の夫婦が離婚する時代に突入して、まあ比較的離婚している人っていうのがまあ身の回りにもたくさんいるような時代になってきたと。ただまあ
離婚っていうのはまあ最終手段ではあっても、その離婚を選ぶ前に、まあ、できることを全てやってからでも遅くはないと、全てやることがをやってから離婚しなかったことで、まあ、悔やんでいる方も結構いるので、まあ本当に自分ができる全ての努力をしてから離婚しても遅くはないと思います。まあもちろんその緊急の問題、相手が暴力を振る DV なんかの問題は、まあ一刻も早く離れた場所で身を守るってことが大事ですので、まあそういう問題の場合はそうですけども、まあちょっと性格の行き違いとかね、相手とうまくコミュニケーション取れないとか、そういった問題については、まあこの動画から少しヒントを得ていただけたらなと思ってます。そしてまあなんだかんだ言っても愛し合って結婚した2人なら、まあ困難を乗り越えていくこともできると信じていますので、まあ妻夫とのコミュニケーションの取り方とか夫婦問題の解決について、まあカウンセリングと心理学の立場を中心に、まあ一緒に考えてみましょう。まあこの動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいなと思ってます。まあ次回からいよいよ本格的にいろんなテーマを取り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。